曲げる運動、体をリラックスして伸ばしていきます。平和でよろしい。そこにあることが当たり前だと思っていた。なんとなく過ぎていく穏やかな日々、毎日目にしている街の風景、繰り返される日常につまらないと感じられることの幸せ、人は失って初めて気づくんだ。何の変哲もない日々の大切さに。
が勝ちをもらうぜ。ヤマトさんよ、特訓の成果を見せてやる。今日もイケイケだな。喧嘩でもゲームでも俺は強い。知ってんだろ。いい加減理解しろ。負けるのは常にてめえだって。おしまいか、ユウゴくん。まだ、勝負はここからだぜ。試合終了。いつも通りの展開だな。いいか、俺は負けねえ。最強の俺に歯向かうのは無意味だ。わかんだろ。てめえ。You win. お？せこい勝ち方をしやがった貴様は、神聖なメガロボファイター2を侮辱した。よって貴様には制裁を加える。ああ、何言ってるダーゴ。熱くなんなよ。ただのゲームだろうが。てめえのプレイには愛がねえ。勝ち方がせこい場合、勝負は脳幹だ。どんな手を使おうと勝ったが勝ちだ。問答無用。お前に教えてやるよ、俺たちのイズムを。どら、マジか。バカは死んでくれ。この野郎。うっ。一大事ヤマト。路上で喧嘩、警察に補導され反省の傾向が見られず一泊。あまりかっこいい状況とは言えないな。はい、ありがとうございます。誰だってね。僕は浅見テル。君とは程遠い優等生だよ。浅見テル。そう、テルって呼んで。死にたいのか、テル。さすがだ。ねえ、ヤマト君、ここを出たくない？はあ？警察には話を通してある。君は釈放だ。シャバノグ。僕が来なきゃもう一日延長ってところだったね。はっ、恩着せがましいやつだな。で、喧嘩の天才である君にぜひ受けよ。ほう、この俺に誰をぶっ倒してほしいんだ。やってくれるなら君たち不良のたまり場。なんでゲーセンなんかに。君は留置場で一泊だろ。一度帰ってシャワーでも浴びて。そういやそうだな。そうっす。
モンはみんなに愛されるショー。今月に入って2人目の失踪者が出ました。行方不明になったのはいずれも20代から30代の。その時驚いてコーヒー先生にかけちゃって。それはかなりまずいじゃん。アスナだから笑って許してもらえたけどさ、アスナってそういうところはどんくさいよね。何よひどいな。もういやいや、普段から完璧すぎなんだから、それくらいが人間味あっていいよ。じゃあね、私こっち。うん、じゃあまた明日。あの子はどうでしょうか。違います。違う違う。あの子は。おお、彼女ならアーシェム様のイメージにぴったりかと。そう。我々の記憶に転写されているテラー氏の言語で対話も可能ですので、緊急時には対話にてご対処。わかりました。気をつけください。戦士を抹殺する。ただいまって。またやっちまった。ごめんな、ミナ。お兄ちゃん。みんな！お兄ちゃん、助けて！またか。みんなは火事で死んだはずだ。殺されたわけじゃない。なんでこんなものを見るんだ。俺の頭はどうかしちまったのか。ヤマト、いる？ヤマト。キヨカか。お、顔色悪い。もしかしてお腹減ってる？私ご飯買ってきたんだ。腹減ってねえよ、帰れ。食った。お腹空いてたんじゃん。でもすごい食べっぷりだったね。せっかく買ってきたんだし、もったいねえだろうが。もういい加減子供みたいな喧嘩やめてよ。男にはな、どうにも引けねえ時ってのがあんだよ。ただの意地の張り合いでしょ。もう次は絶対やっちゃダメだからね。次？そうだ、こうしちゃいられねえ。元気になったみたいだし、私はもう行くね。ありがとな。あのさ、街を歩いてたらさ、また感じたんだ。何を？なんか違うっていう感覚、違和感っていうのかな。この街って
なんていうか、偽物って感じ。偽物？いいの。じゃあまたね。違和感。偽物。そろそろ時間か。よりによって待ち合わせがいつものゲーセンとはな。おばちゃん、ジュース。お、ヤマト、ご機嫌だね。あ、ちょっと楽しいことがありそうでな。彼がテラーシュの戦士、確実に殺す。簡単なことよ。背中からナイフを差し込むだけ。間違いじゃないよね。アーシェム様、間違いありません。サーザント、シェルターのシステムに侵入し得た情報によると、そのものは条件を満たしています。いずれは戦士になる存在、暗殺対象者です。テラーシを殺すのに迷う必要などありません。速やかに処理するのです。分かっています。何？なんだこの声。一大事くん、逃げて。この声。よっほー、逃げ遅れて警察にとっ捕まった間抜けな奴がいるぞ。てめえか、話か。おやおや、誰かと思えば、ムシ上がりの一大事ヤマトさんじゃねえか。ああ、留置場だったご。捕まってなきゃお前ら全員病院送りだったんだから。もう釈放されたのが早かったじゃねえか。セボゲ、ほらどけ、急いでんだ。こっちもお前の相手をしてる暇はねえんだよ。なんだてめえ、ついてきたのが。こっちのセリフだこれ。二人ともその辺にしとこうよ。デルさんよ、さっさとその手強いやつとやらのところに案内してもら。はあ、お前も。こっちだよ。どういうことだ、テル。最初からうさんくさいと思ったぜ。はめられたんだよ。大方俺たちがボコッと奴らの仕返しってとこだろ。ここで潰してやるよ。ビビんなよ。ビビってなんかねえさ。やれ。来やがれ。やるじゃねえか。そっちもな。これで終わりだと思った？まだまだ来るよ。なーに？なんだ？ロボットか？だ。
マジかよ。だからビビんなって。あれれ、喧嘩のプロであるヤマト君がそのどうしちゃったのかな。俺たちの動きは読まれてる。何、機械やろ。前半の立ち回りを分析しやがった。このリズムに合わせて戦うぜ。趣味じゃねえけどな。攻撃のリズムが変わって読まれなくなるってことか。ああ、すいません。よっしゃ、片付いたな。なかなかやるじゃん。やっぱ喧嘩バカのレベルってその程度だよね。いっとく、俺の価値は俺が決める。反則的な倒し方だな。どんな手を使おうが勝ったが勝つ。さて次はお前だぜ。二人ともおめでとう。最終テスト無事クリアだね。何？どういうことだ。ちょっと君たちの力を試させてもらったよ。なんだと。君たちに来てほしいところがある。